あのスリー、あーいいところにボール、リバウンド、インサイドにやっぱ分がある、横浜が徐々にいい形になってきますね、こういうことですね。ここがね、またオフェンスが続いてくると、はい、繋がってくる可能性ありますね、ほら。いやー持っていった。キング、ここは逆に飛ばして3を狙ってくる、これを沈めた。難しい、こんなステップを見せました。やり返しましたね。さあ、ターンオーバーからアウトナンバーキングカイ、このターンオーバー、まあ、ターンオーバーですね、はい、3円にとってはここももったいないというところとなりますが、これをジャクソン拾って決めます。ですから3円としてはここはもう守って横浜から点を奪われたくないというところですが、横浜ここをついていきたい。来ました、横浜が現在リードしています。さあここで形を作ってジャクソンに通した、あー、ってきましたね。リバントさん2000得点まであと1と迫ってるんですが、まだ得点はない。そんな中外から狙ってくる、昨日もそうなんですけども、はい、リードされた後追いついてそこからリードできるかですよね、はい、オリバーのシュート、うん、このリバウンドは横浜、さあアウトナンバーとなってキングが押していく、右か左か、右を使った、さあファウルでエンドワン、三円がまたリードを奪うにはこの細川のスリーポイントというところが生命線になってきそうなところですが、太田のファールでエンドワン、ここでアウダのところですが、まだここも打たせないというサインのモーレスが入っていた。これはここのセカンドチャンスのポイントが結構横浜いいんですよね。赤尾選手を変えてきますね。あ、ここはまた細川につけということでしょうかね、うん、やられたくないパターンですよ ね、はい、ね、あ、これもジャクソンが拾う、強い、ああちょっとここは指示を出してキング回に預ける。さあペイント内はどうする、あるいはキングの3、いやーここで決めてきた、キング回に任せるのか、あるいはオリバー入ってくるか、キング回空いたところを使ってくる、下にジャクソン、点がここまでなかったという森川でありますが、フリースローの機会を得ました、うん、これで B1 通算2000得点となった森川ですという形となりました。オリバー入る、ここはスピードを見せ、森川うーん打たせない、今日は3円ここでというところでまたディフェンスが、今日の横浜はこの3円の守備ディフェンスというところに苦しめられました。ホークインがいない中よく守ったという3円、ジャクソンが最後押し込みますが、これは認められました、うん。